動くな。こんなに近いと外す方が難しいわね。武器を前に投げて。ゆっくりね。のこのこと戻ってくるなんて、バカな男。女のスナイパーが。世界の一流暗殺者の 65% が女だってこと、知らないの？ここで死ぬか、あの女の死を確認してから死ぬか、どちらを選ぶ？死ぬのはお前を殺してからだ。そう、少しは芯があるのね。私はスナイパーウルフ。狙った標的は必ず自分の手で倒す。お前だけは私が狩る。わかった？標的に印をつけたわ。忘れない。お前を仕留めるまでお前しか見えない。スネークは運べ。貴様に会うことになると思っていた。俺から光の部分を奪い去った男、貴様のおかげで俺は。ダメだ。お前の体はしっかりと縛り付けられている。俺か。俺は貴様にポジティブな部分を奪われた男だ。多くの兄弟たちの犠牲の上に生まれ落ちて以来、まさに30年ぶりの感動の対面だ。光と闇の名。この男のゲノム情報も必要なの？ああ。殺す前に生きた組織をもらう。ゲノム兵たちの奇病を治療するために。それで治るの？いや。ビッグボスのゲノム情報を手に入れなければ。奴らは交渉に応じたの？まだだ。あいつらが交渉に応じるはずはない。あの連中は偽善者ばかり。クルド人としての意見か。奴らいつも政治を優先する。心配いらん。奴らが何よりも避けたいのは新型核兵器が明るみに出ることだ。ボス、スネークがお目覚めのようです。確かに似ているところもあるようだな、我が弟よ。いや、兄貴と言うべきか。まあ、そんなことはどうでもいい。お互いビッグボスの息子たちの数少ない生き残りだ。俺だ。そうか。で、ふざけた奴らめ。わかった。レイブ、すぐに行く。やつら交渉に応じない。予定通り10時間後に一発目を発射する。アメリカ人め。読みが外れましたね。これほど強気に出てくるとは。臆病者のホワイトハウスらしくない。それとも何か切り札を持ってるのか。さあ、とにかくこれで記念すべき新型核弾頭の発射に立ち会えるわけですね。俺は発射準備に入る。あとを頼むぞ、オセロット。お前はどうする？私のショーを見ていくか？私は興味がない。家族に食事をあげる時間だ。
そうか。私の将より狼の方がいいか。オセロット、局長のようにしくじるな。分かってます。あれは事故だったんです。ただの民間人があれほど我慢強いとは。おそらく催眠療法による精神防壁が張られていたんだ。ボス、あの忍者は？12人もやられた。あの男はすでに正気を失っている。私も腕を。どうして奴がここに？俺たちの中にスパイがいるかもしれん。マンティスは死んだ。ベイカー社長とオクトパスの死因も調べねばならん。人手が足りない。無駄な時間は取れんぞ。拷問もほどほどにしろ。拷問？俺は事情聴取ですよ。どちらでもいい。じゃあな、兄弟。女はまだこの世界にいる。メリル、また楽しみましょう。あの女は標的を決めると他には盲目になる。時には恋愛感情さえ持つようになる。さあ、これで二人っきりになれた。どうだ気分は？悪くはない。回転ベッドで熟睡させてもらった。一人で寝るにはもったいない。そいつはよかった。このベッドは優れもんだ。じっくりと教えてやる。これからな。俺の装備品は？そこにまとめておいてある。しかしワシントンも大胆な賭けに出たもんだ。よっぽどお前の働きに期待しているんだな、運び屋。やはりメタルギアに装備されているのは新型の核弾頭なのか？ああ、詳しくはキャンベルにでも聞いてみたらどうだ。大佐に？ところで、あの光ディスクはベーカー社長から預かったものだな。それがどうした？光ディスクはあれだけか。他にデータは？何のことだ？コピーはないんだな。なければいい。メリルは無事なのか？女は死んでいない。ウルフが気まぐれを起こしたおかげでな。だがこれからも生き続けられるかどうかはお前次第だ。鍵を持ってたろ。残り二つの鍵はどこにある？あの鍵の仕掛けとは何だ？仕掛け？あのタヌキ社長が仕組んだとかいうトリックのことだ。知らん。そうか、まあいい。これはゲームだ、ソリッドスネーク。お前がどれほどの男か試してやる。我慢できなくなったら服従しろ。そうすればやめてやろう。だがその時はあの女の命をもらう。丸ボタンを連打すればライフが回復する。服従したければセレクトボタンを押せ。ライフがなくなるとゲームオーバーだ。コンティニューはないぞ。言っておくが、連射パッドを使おうなどとは思うなよ。高圧電流が貴様の体を流れる。短時間であれば命に別状はない程度のものだ。そういう趣味はない。まだ余裕があるようだな。いいかスネーク、お前は戦争捕虜ではない。お前は人質だ。ジュネーブ条約も関係ない。ここでは誰も助けてはくれん。思いっきり感じてくれ。気にすることはない。よし、そろそろ始めようか。では行くぞ。もう一度行こうか。復旧するか。どうだ。まだ終わらないぞ。
なか強情なやつだな。今回のところはこれくらいにしておこう。さすがはボスの兄弟、クールだ。あの男、若いが大したやつだよ。ハインドで F-16 を撃墜するとはな。あのプロジェクト、レスエンファントステレブレスも失敗ばかりではなかったということか。あんな奴は見たことがない。奴こそ私の夢を実現してくれるかもしれん。先客がいるらしい。ダーパ局長。ひどい匂いだ。要求に応じないことを決定した。今時間稼ぎを試みている。そうやってしらを切っているつもりか大佐。確かにメリルのことはすまないと思っている。だがこれ以上の隠し事はやめてもらおう。何のことだ。メタルギアは新型核弾頭発射のために開発されたそうだな。やはり初めから知っていたか。なぜ隠していた。すまない。一兵士には話せないというわけが。変わったな、あんた。メタルギアと新型核弾頭開発、ホワイトハウスはどこまで絡んでる。どのレベルまで。少なくとも大統領は昨日までレックス計画のことを知らなかった。必要なものだけに知らせる、ニーズトゥーノーの原則か。核爆発のない未臨界実験でも大騒ぎされる繊細な時期だ。厄介事ってわけだ。その上、大統領は明日ロシアの代表とスタート3の調印を行う。なるほど。タイムリミットはそのためか。そうよ、スネーク。だから今回のテロが公になると大変なの。スタート3どころではない。スタート2の批准承認や TMD の問題も蒸し返した。大統領の信用どころか我が国の権威失墜につながる。それで隠密行動か。都合のいい話だ。スネーク、奴らを食い止めてくれ。勝手なことを。君が頼りなんだ。それじゃ教えてもらおう。新型核弾頭の正体を。何度も言うが内容は知らん。信じられんだ。それほど逼迫した状況ならなぜ奴らの要求を飲まない。ビッグボスの死体などくれてやればいい。それは。それともどうしても要求を飲めない理由があるのか。まだ俺には話していない理由が。大統領は生命倫理にも厳しい政策を発表してきたの。軍でゲノム兵が実用されていたことを知られたくないのよ。本当にそれだけか。くそ、まあいい。すまない。今俺の隣にダーパ局長の死体が転がっている。かわいそうに。だが妙なんだ。死後数日は経ってるように見える。血液も抜き取られている。血が抜かれている。腐敗を防ぐためかしら。わからん。局長が亡くなったのはほんの数時間前でしょう。そうだな。にもかかわらず局長の遺体はかなり傷んでる。どういうことかしら。血液に何か重要なものが。いいえ、
ナノマシンや発信機なら考えられるけど。局長は起爆コードを喋ったんだな。ああ、奴らはパルをすでに入手、発射準備を始めているらしい。まずいな。発射を防ぐ手立ては。起爆コードを無効にする緊急解除装置があるらしい。アームステック社が密かに開発していたものだ。特殊な鍵を3つ差し込んで解除するようだ。その鍵は？今のところ1つしか手に入れていない。あとの2つの鍵のありかは不明だ。と言っても囚われの身だから。仕方がない。鍵は後回しだ。メタルギア自体の破壊を優先しろ。独房の君に全てを託すのも酷だが、君しかいない。そこから出て通信塔へ向かってくれ。それと。なんだ？メリルか。ああ、助けるさ。すまない。遊んでどうする。静かにしてろ。うるさいぞ。静かにしてろ。うるさいぞ。静かにしてろ。うるさいぞ。スネーク、ショータイムだ。オセロットが呼んでる。いいか、もう一度言うぞ。丸ボタンを連打すればライフが回復する。服従したければセレクトボタンを押せ。ライフがなくなるとゲームオーバーだ。コンティニューはないぞ。私はアフガニスタン、モザンビーク、エリトリア、チャドでも戦った。アフガンゲリラの間でシャラシャーシカのあだ名で恐れられていた。私のはグルージ込みだ。KGB の連中とは違う。これは拷問ではない、スポーツ。サディストには違いない。制服連中と一緒にされては困る。よし、そろそろ始めようか。では行くぞ。もう一度行こうか。復讐するか。どうだ。まだ終わらないぞ。なか強情なやつだな。今回のところはこれくらいにしておこう。嘆かわしい時代だよな。帝政、全体主義、ペレストロイカ。確かに20世紀のロシアは問題を抱えていたが、イデオロギーがあった。今のロシアには何もない。自由と秩序の葛藤、混沌の中で再びナショナリズムに目覚めたか。グルー本部長とスペツナズの最高司令官を歴任した実力者とも話がついている。彼は今回の新型核システムを購入してくれる。ハインド D はその前金だ。目的は金か。金など必要ない。ロシア再建、新しい世界秩序。
スネーク、どうだ、大丈夫か？ああ、状況は変わらない。スネーク、私にできることある？ああ、腕が痛い。そう、かわいそうに。鎮痛剤の量を増やしてみるわ。眠くはない。デキセドリンは投与しなくていい。性欲を持て余す。それだけ元気があれば大丈夫ね。スネーク、コントローラーを腕に当ててみて。なんだ？いいから、あなたの痛みを癒してあげる。ん？じゃあ、行くわよ。おー。どう、スネーク？少しは楽になったかしら？一体どうやったんだ？ナノマシンの専門運動機能を使って筋繊維を刺激してみたの。今の私にできるのはこのくらいだから。ナオミ、何か話をしてくれ。苦痛を紛らわしたい。どんな？何でもいい。私、自分から話すのは苦手。そう、君のことが聞きたい。君のこと話してくれ。私のこと？難しいわね。家族は？私には愉快な話題じゃないわ。俺には家族はいない。いや、一人父親を名乗った男がいた。その人は？殺した。俺がこの手で。ビッグボスか？ビッグボスが？君が知らないのも無理はない。6年前、ザンジバーランド。真相を知る者は今では私とスネークだけだからな。そんな、ビッグボスは本当にあなたの？奴はそう言った。それだけが事実だ。あなたはそれを知っていて彼を？ああ。どうして？それを望んだからだ。俺も、そして奴も。そんな、親殺しなんて。ああ、俺の人生のトラウマだ。マンティスの言う通りな。フォックスハウンドを離れたのはそのせいなの？アラスカの厳しさが心地よかったのは確かだ。スネーク、私も本当の家族はいない。大学まで進学させてくれた兄が一人。血はつながってない。兄といっても年は随分離れていたけど。その人は？もういない。そうか。スネーク、恋人とかいるの？一度戦場での緊張状態を経験すると日常生活では誰も信用できなくなる。友達は？キャンベル大佐。まだ私を友人と呼んでくれるのか？それだけ？いや、もう一人、フランク・イエーガー。ビッグボスから最も信頼され、舞台内で唯一フォックスの称号を与えられた男、グレイ・フォックスだ。俺は奴からいろんなことを学んだ。でも、殺し合ったんじゃ？確かにザンジバーランドで俺は奴と戦った。だが敵意があったわけじゃない。それぞれ敵と味方に振り分けられていただけだ。そんな友情なんて。ありえないか。戦いは友情を終わらせるものではない。そんなのおかしい。最初に会ったのは戦場だ。奴はアウターヘブンで捕虜となっていた。しかし俺には奴が捕虜には見えなかった。あくまでも冷静に的確に新米だった俺をサポートしてくれた。それから親密に？いや、プライベートでの付き合いはない。俺たちはみんなそうだ。次に戦場で会った時は敵対する関係になっていた。俺たちは地雷原の中、素手で殴り合った。奇妙なほど健全な時間だった。正義も悪もない、スポーツのような一体感があった。おかしいわ。それもただの暴力よ。殺し合いよ。ああ、そうだと思う。そんな関係ならあの忍者はどう説明がつくの？わからない。あなたの遺伝子には殺戮を誘発するものが書き込まれているのよ。妙にこだわるな、その話。
君はどうして遺伝子の研究を？私、両親の名前も顔も知らないから、自分は一体誰なのか、それが知りたかった。それで DNA を？そう、私は遺伝子を突き詰めることで私のアイデンティティを取り戻そうとしたのね。ゲノム情報を解析すれば、人の遺伝子に秘められた私の空白の記憶を取り戻せると思った。そこに記憶はあったのか？わからない。でも人の運命までもがたった4つの塩基配列で刻まれているなんて。俺の DNA の未来は？俺の塩基配列は知ってるんだろ？あなたに未来？未来は、ごめんなさい、わからないわ。だろうな。君は科学者だ、預言者じゃない。捕まったりするんだ。早くここから出してくれ。メリルも捕まっている。痛い。離してくれ。急いでるんだ。それが人に物を頼む態度かよ。離してくれ。まいったな。これじゃ野獣の檻だよ。ひでえ匂いだし。その男を見てみろ。ダーパ局長。早くしないと俺もこいつの隣に並ぶことになる。どういう連中だ。この鍵はセキュリティカードでは開かないんだ。兵士が持っている鍵でしか開かない。じゃあ何しに来た？これをお腹が空いただろうと思って。食料ならまた持ってきてあげるよ。それとカード6、そこの拷問部屋から出られる。あとこれも。なんだこれ？ハンカチだよ。スナイパーウルフからもらった。どうして？なぜだか彼女だけは僕に優しいんだ。ストックホルム症候群か。僕はここの狼犬の面倒を見てたんだ。テロが起こった時、奴らは犬を見殺しにしようとした。犬たちに餌をやりたいと言ったら彼女は許可してくれた。彼女も犬が好きなんだ。彼女はいい人さ。だから彼女を傷つけないで。いいか、目を覚ませ。その女にメリルは撃たれたんだ。僕ができるのはここまでだ。奴らの核を使うつもりだ。食い止めなければならない。あそこに行くには通信塔を越えないといけない。その前にここから出してくれ。分かってくれよ。これでも頑張ってるんだ。見張りがここの鍵を持ってる。あいつを倒してくれ。冗談じゃない。僕は兵士じゃない。そんなことできない。やるんだ。殺されるに決まってる。それじゃ見張りが戻ってくるから。じゃあ待て。Yeah!
撃する。遊んでどうする。ショータイムだ。オセロットが呼んでる。いいか、もう一度言うぞ。丸ボタンを連打すればライフが回復する。服従したければセレクトボタンを押せ。ライフがなくなるとゲームオーバーだ。コンティニューはないぞ。では行くぞ。もう一度行こうか。復讐するか。どうだ。まだ終わらないぞ。勘弁してくれ。そうか、そうだな。お前も人の子だ。約束通りこれまでにしておこう。その代わり女はいただいた。じっくり楽しんだ後に殺してやる。メリル。いいぞ、そうやって食いて生きていけ。スネーク、そこは独房だ。中から扉を開けるのは無理だろう。なんとかして見張りに鍵を開けさせるしかない。だがどうやって。姿を消してみるっていうのはどう。スネーク、そこは独房だ。中から扉を開けるの。オタクか。そうか、助けに来てくれたんだな。忍者？